常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。チャイナがね、台湾取り囲んでむちゃくちゃな演習をしています。まあまさに武力による威嚇ということでね、とんでもねえなと思うんですけれども、これに関連してですね、まあ取材したかどうかよくわかんないですけど、共同通信がですね、こんな記事を掲載しております。空母、中国空母参加を公式報道、台湾周辺で演習、戦力誇示ということでね。まあ内容はね、まあ国産空母3頭がまあ参加したということをですね、チャイナのね、国営中央テレビが報じましたと。まあ今日報じたと。で、その中の映像でね、戦闘機や駆逐艦が演習したりね、するような、まあその戦力を誇示するようなね、まあ内容の映像を誇示しまして、まあ映しまして、で、アメリカとの関係を強化する台湾の蔡英文政権に圧力をまあ加えたと。武力による威嚇ですからね、これ国際法的にアウトですよ。まあこんなことやってるということです。で、この記事についてね、これを引用する形で、元朝日新聞の記者でね、まあ元朝日ですけど、この人はちゃんとした人です。峰村健二さんね。はい、元朝日ですけど、朝日の両親と言われてね、まあだから朝日辞めたんですけど、両親があるからね。まあその、峰村健二さんがですね、このまあ共同通信の記事をね、引用しながら、こういうコメントをされております。これもね、今日のコメントです。はい、昨年夏の台湾包囲演習は、ミサイルが主力でした。今回は艦船や戦闘機が出動したより本格的な軍事演習です。これほどの規模になると演習から海戦に発展してもおかしくありません。今後中国軍による台湾への演習は常態化するのは必至です。リハーサルということは本番があるのです。これでも台湾有事は起こらないと言えるでしょうか、ということでね。まあ前回ね、ペロシさんが、まあ、台湾を訪問した時にね、まあ、チャイナまた、あの時も演習やったんですよ。で、そのミサイルの一部がね、日本の EEZ に落ちたということで大騒ぎになりまして、その時にね、なんで NSC 開かなかったんだってね、岸田さんもまあ、だいぶ叩かれましたけれども、あの時はね、まあ、この峰村さんおっしゃる通り、去年の夏ですけれども、ミサイルが主力だったんです。で、今回はですね、艦船とか戦闘機とかね、まあ、より本格的な、ね、訓練になってるということで、まあ、これ演習があるってことは本番も想定してるわけでしょ。本番ってなんだよ、さ、これ。台湾有事ですよね。これでも台湾有事がないと言えるのかと。ね、まあ、峰村さんのおっしゃる通りだなと私も思います。でね、この演習に関してはですね、いろんな、まあ、媒体が記事にしてます。例えば、時事通信もね、台湾包囲演習継続、空母も訓練、中国軍ということでね、まあ、その、マッカーシー下院議長とね、蔡英文総統が会談したことに対して、こういう、まあ、なんかね、キーみたいなね、反応してると、いうことです。で、8日から、9日の間の演習はですね、陸海空軍と弾道ミサイルを扱うロケット軍が参加と、中国軍によると様々な地点から台湾本島や周辺海域にミサイルを撃ち込む模擬攻撃の訓練などが行われたと。で、今日になって、まあ、空母まで出てきたと、いうことでございます。さらにですね、ロイター通信もこう伝えてますね。中国台湾周辺で攻撃シミュレーション実施、軍事演習2日目ということで、要は台湾を攻撃する演習してると、ね、これロイターも伝えてますと。台湾国防部はですね、中国軍機による活動を確認したとし、ミサイル部隊の動向も注視していると。で、台湾に対する、まあ、正確な攻撃のシミュレーションを、まあ、実施しているのではないかと、いうことです。で、これも、まあ、全部ですね、まあ、マッカーシー下院議長とね、蔡英文総統が会談したことへの反発らしいんですけれども、いや、それにしてもですよ、ね、これ、ダメでしょ？武力による威嚇ですから、国際秩序違反ですよね。でも、こういうことを、まあ、平気でやるわけですよね。でね、相変わらずこれをね、まあ、国内向けにプロパガンダしてるらしくて、ウィンチャットでですね、シミュレーション攻撃の短い動画を公開したそうです。で、動画ではですね、陸海空から台湾に向けて発射されるミサイルのうち、2発が目標に命中して炎上している様子が示されていると。関係者はロイターに対し、中国は台湾の、南西部沿岸の海域で、外国の軍事目標に対する、空と海の模擬訓練を、模擬攻撃を行ったとし、台湾だけがターゲットではないとした上で、非常に挑発的だと。述べたということです。まあ、これはね、とんでもないっすよね。でね、これまだね、他にもね、記事ありました。NHK ね。NHK によるとですね、中国の戦闘機が台湾の防空識別圏に侵入したということです。でね、これまあ、いつも私言ってますけど、領空に入ってもらいますよ。さすがに領空に入ったら、対空ミサイルバーンって撃ち落とされても文句言えないですからね。ただ、防空識別圏に入って、ね、まあ、防空識別圏ってのはもうこの先も領空だから、これ以上来んなよっていうふうに警告出るエリアなんですけど、まあ、そこに来てですね、まあ、こう威嚇を繰り返すと、いつでも領空、ね、行けるぞと、ね、領空、まあ、飛んでね、爆弾落とせるぞみたいなね、まあ、ミサイル撃てるぞみたいな、まあ、そういう威嚇なわけですよね。まあ、この記事ちょっと読むとですね、NHK の記事ですけどね、台湾国防部は中国の、残、15というのかな、J15 ですね、戦闘機が、台湾の、南東沖の防空識別圏に、
と 防空識別圏に、侵入したと、発表しました。あ、これ、1015って読むのか、ごめんなさい。残じゃないですね。殲滅の線なんで。1015、もしくはですね、ピンインっていうのかな、ジャンなんですね。まあ、中国語読みで、こう、殲滅の線でジャンって読むんだから、だから J15 なんだ。まあいいや、すいません。で、この戦闘機は中国の空母の艦載機で、8日から台湾周辺で、行っているパトロールと軍事演習に空母が参加しているものと見られますということで。まあこれ、公式にね、もうチャイナがもう空母参加してるというふうに発表しましたので、間違いなくまあこれがいると、いうことです。で、どうもですね、このね、確認されたその飛行機の中にね、艦載機であるこの J15 が4機含まれていると。で、空母いるんじゃないかというふうに言われたんですが、まあやっぱりいたということです。で、松野官房長官のですね、コメントを出してます。大きな関心を持って注視、平和的解決を期待ということでね。まあ、いかんほど何が違うんだみたいな感じですけど、一応ね、松野官房長官、今日の午前のね、記者会見で、大きな関心を持って注視している台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障は元より国際社会全体の安定にとっても重要だ。台湾をめぐる、問題が台湾により平和的に解決されることを期待するというのが一貫した立場だ。その重要性について中国側に、直接しっかり伝えるとともに、アメリカをはじめとする同盟国や同志国と緊密に連携しながら、各国共通の立場として明確に発信してきており、今後とも外交努力を続けていくと。まあ、後半いいですね。はい。同盟国と一緒にね、ビシッと言ってきますよ、というのは。まあ、ここは良かったんですが、このですね、同盟のね、足並みを乱すね、不届き者がいるんですよ。もうこいつ本当にいい加減してほしいんですけど、ウクライナの問題についてもね、まあ、いろいろポカやらかしてね、ことあるごとにお土産論言ってね、みんなから批判されているフランスの大統領です。マクロンです。ええ。マクロンが実はチャイナ行ったんですよ。で、チャイナはマクロン行って、で、マクロンがいなくなって数時間後にこの演習始まってるわけですよ。舐めてんのかって感じなんですけどね。でね、ニューヨークタイムズがね、このね、マクロンのことをね、強烈に批判しておりまして。はい。どんな風に、批判してるかというとですね、まあちょっとこれ記事すごい長いんですけれども、まあ簡単に言うとですね、まあ、米中関係がね、まあ今すごい緊張した状態なのに、マクロンはですね、ヨーロッパの独立した立場を貫いてね、で、そのまあ、両首脳がですね、多極化した世界ね、まあ要はその国際秩序とね、権威主義みたいなね、まあ今対立なのに、いや、多極化してるんですと、G0 なんですみたいな、まあこのロシア的な世界観ですよね、いわゆるランドパワーのね、まあこれをまあ繰り返し称賛したと、アメリカが支配しない世界を、意味する薄っぺらな暗号なんですよ、これね。まあニューヨークタイムズもそういうふうに言ってます。アメリカが支配しない世界、まあアメリカ支配って言い方もまあこれちょっとどうなのかわかんないですけど、要は国際秩序のね、崩壊した世界ですよ、多極化する世界。で、これをね、まあ来賛しまして。で、さらにですね、このなんかデカップリングを妨害するようなですね、まあことをまあやってしまいましたということです。でね、ニューヨークタイムズの記事ね、まあここ読みますと、そのね、チャイナのね、実はその隠れた優先事項ってのは何かというと、要はですね、デカップリングね、ね、アメリカが今進めているデカップリングの波がヨーロッパにも及ばないようにすることなんだと、ニューヨークタイムズは分析してるんですね。で、まあ、チャイナ経済は大きな打撃を受けてまして、2022年の 3% という貧弱な成長率から、今年 5% に戻すという目標を達成するためには、習近平はですね、ヨーロッパの投資と貿易の拡大、ね、これにまあ期待しているところがあると。で、この点でですね、まあ、今回の合意から判断するに、習近平はマクロンという熱烈なパートナーを得たことになったということで、我々のですね、この包囲網に穴開けるような、ろくでもねえことやってんの、このマクロンと、いうことです。で、さらにね、これね、ニューヨークタイムズ公開でますよ。中国が公然的な言葉で自国 領土とする、台湾の民主化問題については、マクロン氏は特に控えめであった。この問題は自分が判断することではなく、中国の過剰反応の傾向は感じられないとし、習近平が異例のもてなしを見せた訪問では、すべてを混ぜ合わせる、瞬間ではなかったと、述べたのであると、いうことですね。まあ、要するにですね、マクロンはこの台湾問題についてもね、まあなんかヨーロッパが巻き込まれないようにみたいなことをなんか抜かしたらしくてですね、まあ多くの方から批判をされていると、いうことでございます。ちなみにですね、このマーシャルセンターのですね、アンドリュー・ミッチャ、先生ですね、マクロンを批判しまして、こんなことをおっしゃっております。マクロン大統領の中国訪問は、冷戦終結後、欧州の、まあ、ヨーロッパの大国による最大の失策の一つとして記憶されることになりそうだと。
ね、最大の失策の一つとして記憶されることになりそうだ。習近平の目標は大西洋のつながりを断ち切ることである。なぜフランスがそれに加担するのか、それが問題だと。クイボーノってこれね、ラテン語なんですけどね、この後にね、書いてあって、クイボーノっていうのは一体誰の利益になるんだっていう意味です。一体誰の利益になるんだと。ね。何なんだマクロンはと。チャイナの利益になるのか、これロシアの利益でもあるぞというふうに、お怒りでございます。で、このですね、アンドリュー・ミッチャー先生のですね、発言を受けてですね、我らが、渡辺義和さんもですね、中国の謀略にはまるとは、マクロンの発言は中国を支持し、自由民主陣営の連帯を破壊する行為だと思うと、いうふうに批判をされております。さらにですね、インドからもですね、批判が上がっておりまして、この人はですね、ジャワーハラル、ネルー大学ですね、インドのね、のですね、ラジェス・ラジャゴパラン先生ですね。はい、ラジェス・ラジャゴパラン先生。で、この方がですね、こんな風に、批判しております。マクロンに対してね、プーチン大統領をなだめることができなかったにもかかわらず、習近平をなだめようとするマクロンの努力には驚かない。失敗してもマクロン大統領には何の犠牲もありません。代償を払うのは他人です。そのため一部のヨーロッパ諸国、特にドイツとフランスは中国の均衡を保つために期待することはできませんというふうにお怒りでございます。まあもちろんインドの方ですからね、チャイナ警戒してるんで、まあインドね、ロシアの件ではちょっとね、棄権したりとかね、国連のあれね、国連の決議に棄権したりとかしましたけど、この中チャイナが入ってくるとインドもちょっと色めき出すということでですね、まあこんな形でね、まあこれ本当おっしゃる通りですね、ラジャゴパラン先生のおっしゃる通りで、結局ね、こういうことやってもね、代償を払わされるのは日本とかさ、台湾なんだよ。ね。さらにまあアメリカですよね。こっちが犠牲払うわけ。マクロン余計なことやるけどさ。お前ら何なんだって話ですよね。あれだけね、ね、ウクライナの問題で我々協力したにも関わらずさ、何やってんだフランスって感じですよね。まあでもそのフランスはですね、まあね、マクロンはですね、開戦前にね、プーチンとこ行ってね、8時間も話聞いてね。で、武力交渉何とか止めたとか言ったんだけど、結局戦争起こされちゃいましたよね。もう本当にね、もう何やってんだこいつはという感じでね。まあ武器援助とかまあ積極的にやってますけれども、まあ時折こういうことをすると、何なんだろうなと思うんです。まあただね、まあ今回のこのマクロン訪問は、同時に行ったね、ヨーロッパのフォンデアライエンさんね、委員長ね。はい、彼女はものすごい冷遇されたんですよ。で、マクロンは厚遇されたということで、まあ要は飴と鞭なんじゃねえかみたいなことをね、分析される方もいるんですが、それにしても飴必要だったの？うん、マクロンいい加減しろよと、ね、本当に思いますね。はい。まあそんな感じでね、まあ、オーストラリアでね、まあ潜水艦の案件、イギリスとアメリカに取られちゃったわけですけれども、まあ、さもありなんて感じかな。自業自得かな。まあそんな風に思いました。はい。ということで今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。